1から100まで露出時間を変えられますね。あ、露出時間は200まで変えられますね。はい。で、ゲインも0から300まで変えられるようですね。300×200 で6万倍の差が出るってことかな。はい。こんにちは、すみやです。シースターバージョン 1.18 の新機能についての第2回目です。前回は日本語喋ってくれるよという話でした。そのうちね、日本語で音声操作ができるようになるんじゃないかというふうな期待までね、抱かせてくれましたね。はい。で、今回は月撮影モードで手動露出が使えるようになったっていうことですね。はい。日食の直前に太陽の手動露出が使えるようになって、日食の時に大活躍してくれたような気がしますが、今度はね、月が皆既月食の時に活躍してくれるのかなというふうに思いました。まあ、日本でね、皆既月食が見られるのは今年はないんですけれどもね、来年の9月8日に見られるようです。はい。まだだいぶ先ですよね。ただ日本以外のところでは来年の3月14日、あ、バレンタインデーですね。この日に皆既月食が起こるようですから、その時に備えてこういう機能が入ったのかなという気もしないではありませんが、まあどちらにしても月の撮影中に雲が出てきたりとか、あるいは非常に細い月を見る時にね、地球ショーを見るための機能としてひょっとしたら使えるかもしれませんね。はい。今はね、満月からちょうど新月に向かう途中ですので、非常に細い月が登場した時にこれを使ってみたいような気がしますね。それから三日月の直前の細い月を連休明けぐらいに夕方見ることができるとしたら、その時にね、地球ショーをくっきり見る方法としてひょっとしたら使えるかもしれませんね。はい。それでは実際のね、昨日月を撮りながらこの手動露出を使ってみましたのでご覧ください。どうぞ。はい。まず自動から手動に切り替えるとですね、太陽と同じように露出時間を1から100まで露出時間を変えられますね。あ、露出時間は200まで変えられますね。はい。で、ゲインも0から300まで変えられるようですね。300×200 で6万倍の差が出るってことかな。はい。明るさ6万倍の明るさ調整をできるってすごいですね、これね。はい、で自動にするとね、ちょうどいい明るさなんですけれども、ちょっと雲が出てるとね、暗いかなという感じはしますが、どれぐらいにするのがいいのか分かりませんが、いろいろやってみるといいかもしれませんね。はい。これは2倍で今撮影していますが、でこの2倍モードにすると月がね溢れちゃうんですけれども、それがちょうどいいね画角に入ってくれるようなモードも今後追加されるような気配がありますので、それに期待しましょう。はい。そういう機能要望があって検討しますっていう回答がね、フォーラムの中で語られていました。はい。これはタイムラプスを今撮ってるところですけどね、2倍モードでね。はい。月モードでの手動露出以外にもね、新機能がいっぱいありますので、1回で説明しきれないので、次また第3回目で紹介したいと思います。今回は7つの新機能があってですね、日本語喋ってくれるよというのと、月手動露出ができますよっていう機能以外に5つの新しい機能がありますので、それは次回以降に説明したいと思います。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。皆既月食待ち遠しいですね。えい。